シュート狙うが打たせない。阿部前を向く、琉球のカウンター。阿部の前はスペース空いてますが篠原が対応してます。阿部のシュート、ー決まった。1本目のね、長谷川選手のこのセーブっていうのも良かったですね。阿部拓也、決めた。その中に面白いボール、ゴールキーパーパッチング。バランド。そして田中が打ってくるが、ゴールキーパーボンペンパッチング。さあシュート決まったか。詰めていたこれは。さあ阿部です。落ち着いてきました。琉球の先生です。決めた阿部。この2人に得点が生まれてこないとというところがあります。シンクラが突っ込んできた。ピダマ、阿部、阿部のシュート決まる。両チームともこの後はまた中2日でゲームが進まってます。押し込む、折り返した阿部拓馬。阿部、そのセカンド、上原拾って、上原がそのまま運んで阿部に送ってシュート。さあ注目の小泉、ね、受けれますから、体も強さがあります。阿部を選択、阿部2対0追加点。京都はライン上げてます。その裏を狙って池田が抜け出した。池田公式の対応、阿部地が戻ってきましてベンチに入りましたが、引き続きスタメンでゴールを守っている笠原です。風間のコーナー、ファーサイド、フリック、こぼれ球、オレーション、もう一度ダイレクト、こぼれた、フリッチ。展開変えて、そして今度は風間高野です。上原が上がっていきますが、クロス、アベラー。